作ってます。こちらの葛西臨海公園も、2020オリンピックの会場となっている、公園です。でこれらのことも踏まえてですね、スポーツ交流、ASEAN諸国との文化交流を重ねて、そして、日本の皆さんに ASEAN 諸国10カ国ありますから、人口6億人の、これら日本に近い海でつながっている人たちに、各国の国柄を知っていただくということがね、私は大事な、文化交流、国と国との、交流になると考えております。海洋アジアの絆でございます。こちら葛西臨海公園は私たちホームランドにしている公園ですので、何回か来ている方にはこの光景おなじみになっているかと思いますけれども、これからますます、国際交流が日本は、盛んになっていきますので、このことも私たちはある意味認識